はい、テイルズオブシンフォニアラタトスクの騎士実況プレイのパート56やっていきたいと思います。前回、ヴァンガードのボスブルートを倒してソルムのコアを入手することができましたと。で、その後、リヒターと戦うことになったんですけれども、そのリヒターの口から、まあ、このエミルは本来、というか、その正体はラタトスクであるということが、まず告げられたっていうのと、まあ、エミル自身も自分がラタトスクだっていうことに、まあ、それにね、思い出してしまったみたいですね。はい。まあ、これからどんな展開が待っているのでしょうか。コンボプラス3を覚えたんですよね。つけたいけどつけれねえ。1ポイントか。打っちょくいいんじゃね、自分使わないじゃん、あまり。大丈夫？マルタ、僕は誰？エミル。僕はエミルじゃないってテネブライが言うんだ。でも僕には子供の頃の記憶があるよ。ちゃんとお父さんとお母さんと一緒に。記憶は嘘をつきます。あなたのその記憶はエミルを演じるために後から保管した記憶です。テネブラへやめて。エミルス様がラタトスク様であることを敵に知られた以上、今までのように真実を隠しておく方が危険なのです。私はラタトスク様にお仕えする者としてエミル様を守らなければなりません。テネブラへ、エミルを追い詰めないで。エミル、パパがあなたに会いたがってるの。来てくれる？ブルートさんが僕に。いいけど。よかった、パパは今下の部屋にいるの。一緒に行こう。うん、よし。ブルート殿は重傷だ。あまり長時間話し込むのはやめてくれ。おい、でもまあ向こうから言われてたんだからね。エミル君だったな。娘を助けてくれてありがとう。いえ、すみません、僕たちがあなたを。いや、謝らないでくれ。君のおかげで私は自分を取り戻したのだ。お話というのは？君はリヒターと親しいそうだな。こんなことをしでかした私だが、一つ忠告させてくれ。ヴァンガードを今のような戦闘集団に仕立て上げたのは他ならぬリヒターだ。リヒターを信じるな。そんな。私は自分の責任から逃げるつもりで言ってるのではない。確かに私はテセアラとマーテル教会を憎んでいる。私は私自身の意思でヴァンガードを設立したのだ。だがリヒターがいなければヴァンガードが今ほど大きな力を持たなかったのも事実だ。リヒターの言葉には不思議な力があった。従わざるを得ない強い力がね。強い力。ヴァンガードの生き残りには投降するように命じた。大多数の者は命令に従うだろう。だがリヒターに心酔する者は多い。彼らはどこかに集結し
再び世界を混乱に陥れるかもしれん。マルタ、リヒターさんの行方は？今リーガルさんたちが調べてるけど、まだわからないみたい。自らしでかしたことに決着をつけられない自分が恥ずかしい。だがリヒターを止めてほしい。ソルムのコアの力を借りた。私すら倒せた君だ。きっとできる。僕こそ世界を滅ぼす存在かもしれないのに。そろそろ時間だ。面会はそれぐらいにしてくれ。頼むぞ。ここにいたんですね。プレセア、どうしたの？リヒターの行方が分かったそうです。早いね。リーガルさんがレザレの本社の屋上庭園で待っています。行きましょう。はい。心の力プレッシャーレベル上がった？エミル、テネブライは記憶は嘘をつくって言ったよね。私もそうだと思う。マルタ、でもさ、誰だって一つや二つ勘違いっていうか書き換えちゃったっていうか、そんな記憶はあるよ。記憶なんて確かなものじゃないし、でもその記憶がなきゃ困るし、それでも拠り所にするしかないし。でもね、でもさ、今ここにいる私とエミルは、ここまで来た私たちの旅は嘘じゃないよ。嘘なんかじゃないから。だからうまく言えないけど、私の知ってるエミルはやっぱりエミルだよ。ありがとうマルタ。よし、リヒターとの決着ですか。パパの顔、昔みたいだった。でもその前なんかいろいろ練習していきたい。コアの影響から解放されたんだね。よかったね、マルタ。うん。怪我が治るのはまだ先だけど、お医者様はすごい回復力だって。お父さんのこと、大事にしないとね。うん。私ね、この旅が終わって、パパが元気になったら、パパの償いの手助けをしたいって思ってるんだ。マルタは、意外とお父さんっ子なんだね。そうかな。そうかもしれないね。いいかったね。待って、デクスといい、ブルーと総帥といい、コアの影響って本当に危ないものだったんだね。でもプレセアが変わるところってなんか想像できないの。確かに。そうですか。これでも昔に比べると随分変わったと人には言われますけど。え、そうなの？どんな風に？そうですね、今よりもっと無口で感情が表に出なかったように思います。それに以前よりよく笑うようになりましたし、食欲も増えました。ただそうなるずっと前の性格は今よりもっと明るかったみたいです。ん？そっか、まだ詳しいことをちゃんと話してないのか。ロイドさん。ロイドでいい。それよりリヒターの行方が分かった。やつは異界の扉と呼ばれている遺跡へ向かったらしい。異界の扉？どうしてそんなところに？あそこには銀ヌンガガップがあります。銀ヌンガガップ、伝説の世界の裂け目があるという。銀ヌンガガップは魔界ニブルヘイムへつながる裂け目。
そこに扉を作り守っていたのがラタトスク様です。アステルが殺された場所でもあります。まさかリヒターのやつ、そのギンヌンガガップから新たな魔族の力を借りようとしているんじゃ。魔族？どういうことですか？リヒターは魔界ニブルヘイムに住む魔族と契約して力を借りてるらしい。そんなことができるんですか？奴は魔族の力を使って俺たちを攻撃してきた。魔族と契約しなければできないことだ。バカだ。ニブルヘイムの奴らが見返りもなく力を貸し与えるわけがない。そうか、奴の狙いはラタトスク様の死ならば、魔族どもと利害が一致する。なんだ、自分たちが新たな魔王にってか。どういうこと？ギンヌンガガップはラタトスク様の存在によって守られています。ラタトスク様が生きている限り、魔族どもも扉を開くことができない。リヒターさんがエミルさんを殺す代わりに魔族が力を貸しているんですね。僕、本当にラタトスクなの？まだ信じられないよ。実感がなくて当然でしょう。今のエミル様はラタトスク様が姿を隠すために作られた疑似人格です。ラタトスク様ご自身の記憶は、皆さんがラタトスクモードと呼ばれている方のエミル様が持っていらっしゃいます。疑似人格なんて言わないで。辛いかもしれないけれど、テネブライの言うことはおそらく正しいわ。リフィルは最初からエミルがもう一人のエミルを守るために作られた仮の人格だと考えていた。リーガルさんたちまでエミルを否定するんですか？違います。二つの人格のどちらもラタトスクでありエミルさんなんです。それじゃあマルタの額のコアは？多分それはただの偽物だよ。取り外せるのはラタトスク、エミルだけだと思う。僕がラタトスク？俺はエミルの疑問に答えをあげられると思う。どういうこと？契約がある。今の俺からは何も話せない。だが答えを知っている人に合わせることはできる。お、合わせてください。俺様も興味あるね。そいつに会えばロイド君が何をしていたかも分かるんだろう。知りたいなら世界一の元へ来てくれ。世界一の森人が話してくれる。俺もそこでお前たちを待つ。ロイド、待って。で、エミル君、お前はどうするよ。行くのかい？行きます。リヒターさんのことも気になるけど、今は僕が何者なのか、それをはっきりさせたい。エミル、もちろん私も連れてってくれるよね？どうして？僕は人間を滅ぼそうとしているラタトスクなのかもしれないのに。そんなの関係ない。今まで一緒に旅したエミルはそんなやつじゃないって私知ってるもん。もちろん僕たちも知ってるよね。みんなありがとう。よっしゃ。結局こいつら装備はいじれないんだよね。あ、でもなんか装備がいきなりなんか最強装備になってる。あはあ。ここに来てこいつら本気出し始めた。なるほどね。
れない。どうしよう。全然スピーねえんだもんな。いいな、マクセル使えんの。とりあえずいいか。じゃあ、え？世界樹というのは大樹カーラーンが枯れた後に誕生したマナを生む木でしたね。名前は何というのですか？なんだよテネブ、急にそんなこと言い出して。名前なんざどうでもいいじゃねえか。そういえば世界樹の名前って聞かないね。名前ないの？マルタちゃんの疑問に答えてやりたいのは山々なんだけどね。ゼロス君、大丈夫よ、プレセアちゃん。マーテルとの約束は覚えてるって。マーテルとの約束？マーテルって女神マーテル様？ま、そんなところかな。マーテル様に会ったなんて、さすがマーテル教会の巫女、すごい。俺たちは前回の旅でマーテルの力を借りてるのよ。すごい、神様に実際に会ったなんて。いや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 、まあ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 、抑えて抑えて。てよく話をそらされてしまいましたね。なるほどね。でもそうなんだよね、結局どんな名前つけたのかね、語られてないもんな。ねえ、世界中の森人ってどんな人なのかな。怖い人だったらどうしよう。やめとくれよ、コレット、緊張してきちまうじゃないか。俺様としては絶世の美女希望。てか、それ以外は森人とは認めねえぞ。巫女は二言目にはそれだな。そりゃマッチョな親父が出てくるよりダイナマイトバディの美女の方が嬉しいじゃないのよ。なあ、もちろんほっそりとした美少女でもいいけど。肉球があるといいと思います。うん、それはいい。世界中の森人というぐらいだから、古代の知識を有するセンチュリオンのような存在かもしれないわ。私のような存在ですか。ではさぞ老けてるんだろうね。ねえ。つまり要約すると、肉球のあるダイナマイトバディのおばあさんってことだね。そんな森人嫌だよ。これまでの会話を後継するんじゃねえよ。では、お、エミル、私たちってかなり強くなったと思わない？そうかな。確かに前に比べたら強くなってきたとは思うよ。でも上には上がいるから。エミルはどこまでも謙虚なんだね。偉い。
きっとエミルならもっともっともっと強くなれるよ。マルタも一緒に強くなろうよ。僕たちならきっとできるから。うん、ずっと一緒だよ。うん。ちょいちょいね、かましてきやがるこいつら。で、ここか。お、イワンか。ユアン、あなたが世界樹の守り人だったのね。ロイドから話は聞いた。ラタトスクが覚醒を始めたようだ。あなたは、あなたたちは何を知っているんですか。エミル、お前は自分を何だと思っている。精霊ラタトスクか、それとも人間か。僕は人間でありたい。エミルが何者かってことに意味があるの？心の中にもう一つの人格があったって、エミルはエミルだよ。そうであることを信じたい。人間エミルの優しさが精霊ラタトスクの優しさでもあると。じゃあ僕はやっぱり精霊ラタトスクなんですね。本質的にはそうだ。我らはラタトスクによる人類の消滅を阻止するために動いていた。じゃあリヒターさんと同じように僕を殺そうとしているんですね。違う。ラタトスクは大樹カーラーンの精霊であると同時に、ギンヌンガガップの守護者だ。ラタトスクがいなくなれば、ギンヌンガガップが開き、世界はニブルヘイムの領土となる。それだけは避けねばならない。俺たちは、精霊マーテルの依頼で、ラタトスクをギンヌンガガップへ封じるために動いていた。ガップへ封じる。ラタトスクとセンチュリオンのコアをギンルンガガップの扉に埋め込んで鍵にする。そうすればニブルヘイムの干渉を避けて人類を守ることができる。それならどうして私たちに話してくれなかったの？ラタトスクに俺たちの計画を知られるわけにはいかなかったからだよ。ラタトスクは魔物たちのネットワークを持っているんだ。我らのこの計画は新たな名前を得たことで、ラタトスクの影響を受けない世界樹の傍らでしか話せなかった。それにこれがマーテルの指示だと分かれば、ラタトスクは世界樹の新たな名前を調べマーテルから奪おうとしただろう。奴が木を手に入れれば我らは対抗手段を失ってしまう。お前たちは世界樹の名を知っているしな。私たちの口は軽くないよ。木が安定するまで新しい名前は口にしない。それがマーテルとの約束だ。コアの存在がある。あれは悪意を呼び寄せ、所有者と周囲の人間を狂わせる。お前たちが狂えば木の名前は早く知られる。でもロイドさんは。俺は世界樹の名付け親としてマーテルの加護を得た。コアは木の精霊の加護を得た者には作用しない。でもいいんですか、僕にこんな話を聞かせて。僕はラタトスクなんですよ。ユアンも言っただろ、エミルを信じたいって。え？エミル自身が一度だって
喜んで誰かを傷つけようとしたか。ラタトスクの心が表に出始めてもエミルは消えなかった。俺たちはその心を信じたい。エミルは作られた人格じゃない。ラタトスクの中にあるもう一つの心、良心なんだよ。それってラタトスクが目覚めても人間を滅ぼさない可能性があるってこと？ああ、ラタトスクが人類の敵でなければ銀ルンガガップに封じる必要はない。だから俺はエミルをラタトスクの両親を守る。一緒にみんなが幸せになれる方法を探そうぜ。ありがとう、ロイド。我らがやるべきことはエミルとラタトスクという二つの人格を一つに戻すことだ。その時エミルの人格が消えなければラタトスクは敵ではなくなる。僕が消えてしまえば。銀ヌンガガップに封じることになる。人格が一つになるとエミルの記憶はどうなっちゃうの？わからない。存在の強い方が残るのか混じり合うのか。そんな、それじゃあエミルに死ねって言ってるようなものじゃない。ああ、だから何か方法はないかマーテルに聞いたんだ。マーテルはイセリアで心の精霊の加護を受けろと教えてくれた。お前たちにレアバードを託す。それがあれば自由に移動できるだろう。ありがとうございます。エミル、これでお前を守れるっていう確証はない。でも今はこれしか方法がない。どうする？これはエミルの問題だ。エミルの判断に委ねる。心の精霊に会ってみます。わかった、じゃあ行こう。次の目的地はイセリアか。ロイドがパーティーに加わる。これは熱いね。ついにか。いたいた。アクセルはつけなきゃ。バグンラーズ、アクセリも変えれねえんだな。今回はここまでにしておきましょう。さあ、女神マーテルの、精霊マーテルか、の、加護を得たロイドが味方に加わってくれたのは非常に心強いですね。これでまた、リヒターやラタトスクのことについて、いろいろと対策をしていくことになるんでしょうね。そうですね、せっかくロイドとか来たから、いろいろとサブイベントの回収もしていけたらなと思います。
では、テイルズ・オブ・シンフォニア・ラタトスクの騎士実況プレイのパート56はここまでにさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見ていけるなー。